どうも、岐阜の異端児です。今回はよいしょ、来たー。オッケー、やりたかったやりたかった。はい、いや、これ人狼占い出てほしい。人狼占いに出てほしい。俺潜伏したいけど、でもそういうわけにはいかんやろうな。いやー、意思疎通できればいいんやけどな。深夜動き。はい、では皆さん、高評価よろしくお願いします。これ、霊能出たらダメか。いや、でも霊能出たらきついかな。霊能で出ようかな。霊能って出てみるかは、あえて。サンドの占い。お、対抗なしか？なしかな。よいしょ。お、いっぱい出た！いっぱい出た！なるほどな、普通に二人。霊能も出ましょうか。出ますね。カミングアウト。平和です。平和やな、よしよし、平和ですわぞねー。よしよしよし、来た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 。クリスシロの、ミカシロ。は？クリスシロのミカシロ？どういうこと？待って。エリック？エリック？クリス・シロのミカ・シロ。ってことは、あ、そうか、フェイか。フェイやな。フェイが2世やな。フェイが2世。22とか。22とかめんどいわね。めんどいわ。フェイが2世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 やな。どっちか。まあ、どちらかに、人狼と、人狼1、黒猫1が出てるんでしょうね。出てるんでしょうね。語った？アンナ白？え？あ？ん？え、どういうこと？どういうことかしら？フェイ。どういうこと？占い結果語りした。フェイ。フェイ、それは新芽。うまく理由説明できないと、説明できないと、新芽、落ちます。ただなぁ、フェイ2世なんだよなぁ。フェイ2世なんだよ、これ。フェイ2世だからやばいって。これわざと、わざと結果語りして、猫、じゃない、かしら。フェイは。うん、だよね。よしよし、サンドラが乗ってくれた。うん、ミカにそれを、よし。来た！よし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 、いいぞ。うん、ふむ、となるとどうするのか、どうすればいいのかしらね。進行どうすべきかな。フェイ人狼やと思うけど、黒猫に見られとる。延長希望。交互にする。延長希望。初日なら黒猫釣りあり。クリス何やったっけ？延長希望。クリスは俺白か。あ、待てよ。
あ、待てよ、でもそうか、そうか、フェイが真の可能性もあるんか、結果語りやったら。あ、わからなくなってきたぞ、これ。ちょっと待って、フェイクリスが治療する前にクリスしろって言ってるから、語れなくない？てか、フェイは結果語りの理由言ったっけ？レイロラ？っていうか、フェイは結果語りの理由言ってないよな。語り、理由言わないのかしら。占い黒はそこまで追えない。アーニー黒っぽいな。アーニー黒っぽいぞ。フェイ黒ぬぐるみたい装い。どっち？ここは？ここは占いか。占いか、霊のローラーすべきかしら。ローラーすべき場面なのかしら。アーニーはローラーしたい。難しいぞ、これ。レイロラ？え、レイロラなの？レイロラ？レイロラ？一分前。ほら。見た地味に新味ある。レイロラ。レイロラ把握ですわぞ。ですわぞ。え、長い。おー、もしクリス黒なら対抗占い噛んでもらえると思ったけど、クリス対抗って言ったの。30秒前。じゃあ、エリック。今日、エリック釣りの、明日私で、いいわぞ。10秒前。全然飲めますわ。全然飲めますわ。飲めますわ。エリックですね。ですわぞね。どっち？え、どうすんの？どうすんの？エリックね。よしよし、来た。エリックね。把握。来たー。よしよし、来たー。勝てる。明日は私つっても、全然構いません。10秒前。勝てる。バイバイ。エリック、ヘイト溜まりすぎてて、効果っぽくない。3上つ。よっしゃ。勝った、これは。これは勝った。なるほど。さあ、エリック、黒出しするよ、もちろん。サンドラね。無惨。さ、話し合い。ちょっと釣られたいの出しすぎたかな、俺。占いの後に結果言いますね。メアリー白、フレディ白ね。オッケーオッケー。把握ですわぞ。理由も、
理由聞いてからにしますね。7にします。さあさあさあ、ロラ完遂だろう。完遂でよきよきよき。完遂やな。うん、占い噛まれんかったな。うん、一応ね、一応ね、俺目線黒しかないけど、エリックは一応理由待つよ。言ってもいいかな。っていうか私目線エリック、うん、どうかな。ちょっと喋りづれえな。ちょっと以下は黒猫と仮定したら明日5に明日外したら負け。フレディは発言多かったが中身多がなく便乗目でロランに関する自分の意見もなかったので占った。クリス把握、クリス把握しました。フェイちゃんの方が新芽ある。フェイ結構あれやな、長文打つの遅いな。さっきもそうやけど、まあだいぶガチで書いとるみたいな。フェイかなりの長文が来そう。ミカさん結果、いやいや、フェイの理由の後に、フェイの理由の後に言って言いました。結果、はい、フェイ把握、把握、フェイ理由把握、理由把握、エリック、エリック、人狼です。レイの結果、私の仕事は終わりなので、終わりなので、釣られても文句ありません、文句ありません。釣られたアピールしすぎかな、どうやろう。あー、まあそうなるよね。うん、あら、潔すぎたかしら。潔すぎたかしら。やばいな、やばいな。メアリーしろ。ちょっと待ってな。フレディしろの？どっちが真なんやろうな。結局。これ確かフェイは初日アンナしろやな。で、メアリー後ろのアンナしろか。まとめ。で、フレディと、カングレはアーニーのみか。完全グレーはアーニーのみね。アーニーのみね。あんなしろ、うん、そう。
霊の冠水。でも、レイロラ冠水をするのはな、なんかメアリー、アーニー、人狼な気がするけど、どうなんだ、結果的に。フレディの、クリス・シンかな？クリス・シンの、クリス・シンのメアリー・アーニー、人狼かな、俺は。アンナは、あ、そうだ。そうそう。そうですね。普通、レイに黒猫いるから占い行くべきか。あー、アンナ、なるほど。アーニー・カングレ。これ釣り地。これ私は釣り回避できそうねって。どっちだろう、わかんねえ。お、私はなんとか。え、もう延長できないわよ。もう延長できない。できないわ。できないわぞ。10秒前。やばい、やばい。どうしましょう。どうしましょう。冠水する？冠水ですか？占いに人狼いるから、いる、あーもう、どうしよう、言いづら、占いどちらが真か全くわかんないわ。どちらが真か、全くわかりませんわ。30秒前。待て、占いに黒猫います。黒猫いるから、占いはダメでしょ。占いはダメ。ダメ、ダメ。ダメ。俺は投票しない。うわ、フェイかよ、どっちだこれ。どっち？夜の行動。いやー、どう、まあ白なんだけど、俺目線はフェイ白だから。そやなー。フェイ、シン、クリス、黒猫で見るしかないな、俺は。え、メアリー死ぬんよ。メアリー人狼だと思った。さあ、話し合い。これ、黒側がフェイに合わせたって言うしかないな。おはよう。フェイ、白。ミカ黒猫。黒側が票を合わせたでしょ。合わせたでしょ。フェイン。人狼。カミングアウト。来た！カミングアウト。危ね。危ね、勝てた。よしよしよし。いや、黒猫つけた。黒猫透けちゃった。ごめんなさいね。人狼の皆さん。よかった。勝ててよかった。ちょっと俺言い過ぎやったわ。言い過ぎやった。釣られたすぎやった。てか俺の人狼考察全然合ってなかったよ。全然合ってなかった。フレディ空気すぎた。フレディめっちゃ空気じゃなかった。結果語りのせいで全然フェイに新芽なかったよね。ありがとうございました。ミカ黒猫、アンナカリウド、フレディ人狼、クリス人狼、アーニー市民のエリック霊能者、サンドラ市民、メアリーキレオ、フェイが占い師ね。いや、よかった。いやいや、勝ててよかった。よかったわ。
あ、辛い辛い。あ、心臓がね、心臓がめっちゃ偉いわ。めっちゃしんどい。初日すごいしんどかった俺。そう。ありがとう。めっちゃしんどかったこれ。ありがとうございます。ミサタン人狼かって思っちゃった、マジか。ありがとう。いや、結果語り、うん、結果語りのせいで、語りのせいで、せいです。フェイ死んだと思えなかった。死んだと思えなかった。岩部に。いや、結果かなりリスキーだな、これ。フェイ殴りすぎてクリスのラインちょっとエグかったか。なるほど。語りやめようか。よかった。いやー、面白かったな。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。明日の動画もぜひ見てください。そしたら、ありがとうございました。